よし。まずは、猫を手に入れるかな。猫を捕まえるかな。ちょっと試しようか。どうやって、成果じゃない。クソ成果。遠いね。遠いか。いや、そんなに遠くない。行こう。ムササビどうでもいい。弱い。これが書くね。じゃあ猫、どうやって捕まえるこれ。よし、捕まえた。だろう。どうやって取る？どうやって、ほら、捕まえたかな。どこかで捕まえられるか。めんどくさいお前。ほら、これで十分だろ。捕まえる場所はこれしかないだろう。このあ、こっち捕まえる。こっち。ダメ。リセッチよ。じゃあ左行け。下、はい、下いいね。どうやって手に入れるこれ、ね、右か下。いや上じゃない。下左、右か。いや、これ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 。もう今捕まえた。下、ああ今の場所捕まえただろう。わからないこれ。どうやってった。右ダメ。意味わからんこれ。猫やろう。意味ない。目的の場所わかっているだろう。リコンか。リコンの船。いや、リコンじゃない。いや、リコンか。この船ですか。こっちか。この船使って、ずっと、シートのところか。下のところかな。あれは目的地かな。いやー、この渦か。急流。そっちじゃない。いやいや。あ、ひどい。使えるこれ。なんだ。参ったな。先に進めないぞ。これは普通の船では無理ですね。あ、そっか。それは目的地か。止まるか。行楽で止まると読んだ。一回止まるか。こっち。OK。
仲間とかいないね。いや、ドル。いや、ダメ。意味ない。2階。誰かいる。ロッテ。ねえ、私の猫に。そうだな、このクソ野郎、どうやって。あのクソ猫。捕まえる、どうやって捕まえる。うん。このやつ、謎の壺必要だ。このやつ、壺必要だ。ななし壺。この絵の具を、青の絵の具とかわからん。種とかわからん。迷子です。船必要か。船必要か。よせせよえ。ダメ。まあヒントはもっといい船必要だ。わからん。他の船のやつ。あの金、ロック手に入れるなら、あのやつ、ロック使う、試しようか。あの、ババの名前わからん。これはマッシュのやつ。この二人捨てる。まずはロック。ロックか。ロックじゃない、ロックかな。いや、ロックじゃない、ロック。ロックだろ。の金持ちのやつ、誰？ヤムク。クリリン。シッド。メグ。ロック。バルク。ゴン。クワンダ。ああ、わからん。あの、エルフやろう。誰、エルフ必要か。これはなんだ。人間。あ、これも変更できる。あの、マッシュ手に入れるか。マッシュどこ。それはあのやつの名前かな、マッシュ。ああ、マッシュか。お前もマッシュだろ。でもこのやつの名前ない。ないね。このやつの弟子か。ああ。済んだ。もう済んだ。これは人間か。わからん。あ、これは子供。子供。ローリアいない。ローリア必要だ。もう済んだね。完全に済んだ。わからん。
これな、お前、何？ロック。これは仲間になれない。このロック、仲間になれない。ダメだこれ。そうだな、好楽いないとわからん。やめようかこれ。サンスケミスマス、クワンダ、アイリーン、スタリア、わからない。ロックはなんだ ?S。ロックは S か。パーン。クリキス、バレリア。アイリーン。アイリーン誰？アイリーン誰？あねよ。すんだね。これ誰？これは海賊だろ。バルカス。山賊暮らしも良かったかな。これはヒントか。このバルカスいるならあの奴ら手に入れるか。バルカス。バルカスか。このソフィとかアイリンか誰？これはあのホーガンのワイフか。バルレス、バレリアじゃない、バルカスか。このバルカスで正しいやつね。はい、このバルカスであのやあのシーマのやつら手に入れるかな。無駄な時間、これ。バルカカス。皇族。これか。バルカスいる。来い。こんにちは。なんだ、おめえらは。海王軍知らねえ。俺たちがこの海王様式で、ダメ。バルカス、ダメ。なんだ、船大工必要だ。船大工必要だ。こっち行ったことあるか？離婚一泊したら船に乗り、急流を越えて流館のいおりかへ。流館のいおり、流館に青も冷やさらない。カーマンドルエンジンを入手します。庭園流所を縛れた後なら弦とカマンドールが、弦、庭園、
アーキテクチャー、庭園か。あの、ニュースの後、じゃあ庭園行こう、誰かと話す。クリコン、ダメ。クリコンじゃない。庭園、この上か。ルーク、なんだ？逃げられない。はい。気が晴れる。試験期間が終わって気が晴れました。気が張り詰める。気が張り詰めていたので、全然疲れを覚えませんでした。気が早い。彼は気が早すぎるので、結論には信用が置けません。弱者死んだ。庭園ね。じゃあ誰か手に入れなきゃ。ご本、コワラクビル、ジンドゥブンブン。ダメ。ハゲ、ハゲまだ手に入れない。これラックビルになんて、この中緊急治療か錬金術、この中これか。お前大工か。またあんたらか。俺に何の用だ。あんたに用はない。そうかよ。じゃあとっとと帰りやがれ。いや、貸しならごめんだぜ。急流を乗り切れる船が欲しい。お、で、ドゥ、ドゥナンの言う急流ね。こいつは面白いな。いや、よっしゃ、一応この弦の腕を見せてやるとするか。ただし、俺一人じゃ無理だ。普通の船じゃあそこは越えられねえ。じゃあどうするんですか。なあに、心当たりはある隣に住んでいる死に損ないカマンドールのジジイならなんとかできるはずだ。一応行ってみようぜ。ゲンがパーティーに入ります。パーティーメンバーをカマンドール誰？じゃあこの死んだやつ。カマンドール誰？聞いたことある。でもわからん。カマン、これか。偉そうにあのジジイこんな張り紙しやがって。おいこらジジイ、いるのはか分かってるんだ。出てきやがれこの野郎。早く死ねえとどうぶち壊すぞ。なんじゃ、またお前か。わしの実験の邪魔をするなと言ってるだろ。出てきやがったな、妖怪じじい。てめえ、日の当たらねえとこにこもってるから、そんな顔色になるんだよ。ちった、外に出てこい。じじいと呼ぶなよ。と、のぶなと。言っておろいたが、なんじゃそんなことを言いにここに来たのか。不良どもをぞろぞろ引き連れて、不良坊ちゃんに向かってなんてことを。ビッグ通るならいざしらしらす。おい待て待て、これ以上話をこじらせるなよ。やいじじ、流難の急流を知っているな。あいつを乗り切れる方法を聞こうと思ってはるばるやってきたが、よく考えたらこんなもんろくじじにわかるわけないな。なんじゃと、このわしにできないことなどないぞ。金と時間さえあれば。
じゃあ方法があるんだな。もちろんじゃ、見せてやるから中に入るがよい。見るがよい。これを使えば急流を登りきれるはずじゃ。何ですかこれは。これは油を燃やして動く機械じゃ。油を燃やして動く機械、うさんくさいな。とにかくこいつを船に取り付けば急流を乗り切れるんだな。そうじゃ。よし、こいつを持ってププミルへ、プラムへ、ラム、プラムやピムラムラやプルミやラムル。じゃあバカ、うるせえあんな、バカバカしい名前覚えられるかよ。離婚の群れ行こうぜ。じゃあこの機械は頼んだぞ。乱暴にすると壊れるからな。え、もしかして俺たちが運ぶのかよ。当たり前じゃ。か弱い老人にこんなものを持たせる気か。カマンドールがパーティーに入ります。パーティーメンバー、じゃあ残りはこれだけね。捨てろ。エンジン手に入れた。うん、じゃあ行こう。リコンか。まあいい、進んでいる、いいぞ。進んでいる、この物語。やはりこの近いね。うん、自動。よし、着いたな。よし、機械は下ろしてよいぞ。いい、やっとこいつとおさらばできるのかよ。こいつを背負ったまま戦うのは辛かったぜ。おい、じじい、早速取り掛かるぞ。言われんでも分かっとるわ。タイニーさんよ、あんたらは邪魔だから、宿にでも入ってな。任しときな、すぐにピカピカの船を仕上げてやるぜ。勝手に自動している。あのじいさん、あんな重いものを運ばせやがって。めんだ、さすがの俺さんも食うたびれ張ってた、たぜ。今日は早く休みましょう。グワウゴワゴスースースース。なんだ、なんで動いてる。変態ボッチャン。グレーミオはボッチャンが小さな頃から世話をしてきました。ボッチャンが弟や息子のようにさえ思える時があります。最初は帝王様への恩返しのつもりでしたが、今はでももうボッチャンにはこのグレミオの助けはいらないのかもしれないですね。なんだ、出ている、逃げている、あ、まだいる。おお、起きたかタイニー。ゲンたちの仕事ははかどっているかな。終わった。この値段高いところで寝た。見ろよ、夜をぶっ通して通して仕上げたんだぜ。まったく老人の好奇使いおって。タイニーさんよ、浸水式と行こうぜ。うん、
よし、行こう。終わり、これ。自由だ、自由だ。まだ録画やっているか。はい。25分。このゲーム半分やったかな。ふう、長い。目的地、ルーカの奥切り。じゃあ休もうか。